キュルスハイムはドイツビュルテンベルクシューマインタウバー軍に属すし、タウバーフランケン地方の一角をなす。この町は2006年までドイツ連邦軍とその弊社の所在地であった。市内に比較的多くの泉があることから、ブルンネンシュタットの別名を持つ。市の中心部にある三段の水盤を有する噴水は、市の紋章にもなっている。かつては独立した自治体であった。 アイアースハイム、フントハイム、シュタインバッハ、シュタインフルト、ウイシヒハイムが、キュルスハイム市に含まれる。地域は、オーデンバルトのブンテルサガンタイトバウラント及び、タウバーラントのムシェルカルクタイの境界地域に、一致している。市内最高地点は、海抜456メートルである。キュルスハイム城キュルスハイムは1144年に、カラスハイムという名前で、 初めて記録されている。この村は1255年にマインツ選定公領となった。1292年にアドルフ・フォン・ナッサーがキュルスハイムに都市圏を授けた。1346年にこの町は旧都市同盟に加盟した。領主の交代、一時はベルトハイム伯領に属したこともある。の後、キュルスハイムは1480年に旧中伯を経由して、 マインツ選定綱領となった。ドイツ農民戦争時には、ゲッツフォン・ベルリヒンゲンが、農民指導者と共にこの町を支配した。帝国代表社会議主要決議に基づく、世俗化にために1803年にこの村は新たに創設された、来人間綱領となり、最終的には1806年に、バーデン大綱領に編入された。国家社会主義の時代。 1939年9月2日にユダヤ人がサバトの集合を場所に利用している旧市役所前の泉でいわゆる泉の洗礼が行われた。キュルスハイムに残っていたユダヤ人たちは無理やり市役所の泉につけられたのであった。バーグナービュルケル・アクティオンに従って1940年10月22日には13人のユダヤ人がこの町からグア強制収容所に送られた。 1945年のジュナ南州に指揮権を持つ将軍や十字勲章保有者を含む全参謀本部はキュルスハイムに拠点を置いた。ベルトハイム飛行場の役割の一つはマンハイム通信局の一部をこの町に移転することであった。しかし3月29日からその翌日にかけてこの司令部はこの町から撤収した。20時頃に最後のドイツ兵がキュルスハイムから去った。 同じ夜の2時頃、アメリカ軍の戦車がブロンバヒャー通りからこの町に進攻してきた。二人の市民、ローレンツ・ゲーベルとマックス・クナップが白旗を持ってこれを迎え入れたことで、この町は砲撃を免れた。正土曜日にウィシヒハイム方面へ向かう米軍の隊列にドイツの飛行機が小規模な射撃を行ったが、何の成果も得られなかった。復活祭の日曜日の夜と、 その翌日の午後にもキュルスハイムにドイツ軍の飛行機が攻撃を行ったが、米軍の戦闘機によって追い払われた。2006年9月に最後の中屯部隊が廃止され、プリンツオイゲン兵舎が閉鎖されたことによりキュルスハイムの軍事都市としての歴史に終止符が打たれた。聖マルティン教会宗教改革はキュルスハイムをほとんど素通りした。このため、この町では現在も ローマイコールカトリックが優勢である。この街には全部で5つのカトリック教会があるが、現在ではプロテスタントの教会組織も一つある。アイアースハイム、編集アイアースハイムは1233年に初めて記録された。フントハイム、編集フントハイムは1214年に初めて記録された。30年戦争の時代。 マイン出兵に際して1866年7月23日にプロイセンとオーストリアの戦闘が行われた。シュタインバッハ、編集先日のフントハイムと同じく、シュタインバッハは1214年に初めて記録された。シュタインフルト、編集、シュタインフルトは1245年に初めて記録された。はじめはハルトハイムに属したが、1882年に、 独立した。ウイシヒハイム、編集。ウイシヒハイムは1165年に初めて記録された。中核区に次いで古い区である。第二次世界大戦後の市長を列記する。キュルスハイムの市議会は23議席からなる。ズンガラ、青地に二重基板の上に金色の三段水盤の噴水。上段から吹き出し分岐した銀の水の流れは中段へ二条 下段へ四条の流れとなって落ちる。死の旗は緑から白である。1299年から用いられた師匠には、おそらく教会の守護聖人聖マルティンであると思われる師教像が描かれている。14世紀中頃からは、当時の領主の紋章であるマインツの輪が描かれていた。1八百三年から1八百六年には、雷人間の足と三つの、がデザインされた。 噴水の支障は1836年頃から用いられるようになった。この他に、ドイツ海軍の有望という18の支援都市となっている。基礎家庭、本家庭学校に、職業実家学校を備えたパターアロイスグリムシューレがある。フントハイムクとウイシヒハイムクにはそれぞれ基礎家庭学校がある。学校の名前、通りの名前、市教会とファイアーベール通りに、 老人ホームの二つの記念碑は、カトリック司祭でナチスに抵抗して1944年に、殺害されたアロイスグリムを検証するものである。キロテリウムの復元標本、キュルスハイム近郊のブンテルサガンのブロック上に、キロテリウムの足跡が残されている。ブロンバッハ通り沿いに残された足跡の岩は、この恐竜がここを横切ったことを示している。全長 5.5km の、 恐竜遊歩道と名付けられた地学、自然学修路はこの付近を通っている。ありがとうございます。